神戸市住ま区で1997年、小学生5人が襲われ、2人が殺害された連続児童殺傷事件で、逮捕された当時14歳の少年のすべての事件記録を神戸家庭裁判所が廃棄していたことがわかりました。神戸市住ま区で1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件では、小学生5人が襲われ、 山下彩香ちゃんと長谷淳君が殺害され当時14歳の少年が逮捕されました逮捕された少年は少年審判を経て医療少年院に収容されその後2005年に退院しましたが神戸家庭裁判所は少年審判の処分決定書などのすべての事件記録を廃棄していたということです最高裁の内規では 一般的な少年事件の捜査書類や審判記録は少年が26歳になるまでの保存を規定していますが資料的価値の高い記録は期間満了後も保存しなければならないと定めていて事実上の永久保存を義務づけています。神神戸戸火災によりますと、神戸連続児童殺傷事件の記録は、 元少年が26歳となった2008年までは保存されていたとみられますが、廃棄年月日を記した事件簿の保存期間も終了し、廃棄されていることから、記録が処分された正確な日付は分からないということです。神戸は、はは記録保存の運用は適切ではなかったと説明。また 神戸連続児童殺傷事件の記録が特別保存に付されなかった理由や廃棄された当時の状況については不明としながらも廃棄を決めた当時の職員への聞き取り調査などについては行わないとしました事件記録の廃棄について淳君の父守さんは行き通りを感じる今後同じようなことが起きないよう きちんと調査して報告するのが司法の責任だと考えるとコメントしていますではいつ記録が廃棄されたのでしょうかそしてなぜ保存されなかったのでしょうかこれまでの経緯を見ていきます1992年、えー、事件記録の保存規定を最高裁が通達しましたそれによりますと資料的価値の高い事件資料を 特別保存としまして永久的にに保存するというルールーししましたそれからもう1つルールがありまして少年事件の記録に関しては加害少年が26歳になるまで保存しましょうというルールも作りましたで神戸連続児童殺傷事件が起きたのは1997年でしたでこの事件は特別保存されませんでした。 ただ、元少年が26歳になる2008年まではもう1つの定められたルールです保存期間ですから保存はされていたであろうと考えられていますでは、なぜ保存されなかったのかいつ保存廃棄されたのかということですが処分された記録が処分された日時が記載されているのは事件簿というんですが。 この事件があった97年の事件簿というのは2019年に廃棄されているんですねですから今となってはもう確認しようがないということですですから少なくとも2008年から2019年この間に資料が廃棄されたであろうと考えられていますではなぜ今回のこの大事な重大な事件が特別保存されなかったのかということに関しては理由は不明ということになっています なぜ事件の記録は廃棄されたのか、そして再発防止に向け必要なことは何なのか、専門家に話を聞きましたどのような機関が、どのような手続きで、いかなる基準によって永久保存を決めるかということについての細部が何も決まっていない、ただ保存することができるということで、すべて内輪に任されてしまっているんですね。そそうすするると元々保存に関する規定自体の不備それが 表に出てしまったものだと思っています、ね、こう語るのは少年事件に詳しい江南大学の渡辺修特別客員教授です渡辺教授は今回廃棄された資料の復元は難しいと指摘します警察、検察がじっくりと積み重ねてきたですね。いわゆる捜査資料、法律記録と呼ばれているものとそれから火災に来てから今度は 捜査官だとか官邸所の機関などがその少年事態についてのこうい立ちからいろんなことをずっと調べていったいわゆる社会記録、これの付き添い人の方がすべてをその事件の当時、審判の当時にです、ね、閲覧、当社することができないんですよ、したがって復元は無理だと思うんです。それだけにに本当に惜しししいことをしてしまった その上で、資料的価値の高い事件の記録を残していくために、求められることについては、社会的、歴史的な意義,ある意義のある事件について、どのように評価していくのかということについては、第三者機関を交え、記録の方法についても、ね、紙ベースではなくって、デジタルアーカイブのようなものを作っていくといった形で、抜本的に考え方を変えていくべきだろうと思います。 はい今後のためにきっちりとしたルール作り、えー、基準作りというものが求められると思います。